パレートの誤算は、ゆうずきゆうこによる日本の長編ミステリー小説。小説の2012年4月号から2014年2月号に、各月連載、過失修正を経て2014年10月9日に、小電車から刊行された。さらに、2017年4月10日に小電車文庫から文庫化された。ベテランケースワーカーが何者かに殺害されたことを受けて、後を継いだ。 市役所の社会福祉課に所属する新人職員が生活保護の闇に迫る社会派ミステリー。パレートの誤算ケースワーカー殺人事件と題してテレビドラマ化されワウワウ連続ドラマ W で2020年3月から4月にかけて全5回で放送された。パレートの誤算ケースワーカー殺人事件のタイトルでワウワウ。わうわう 連続ドラマ W で2020年3月7日から4月4日まで全5回で放送された。主演は橋本愛。2月27日に行われた完成報告会は当初はファンを招待した形の完成披露試社会の予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により無観客での開催となった。 パレートのご算ケースワーカー殺人事件に関するカテゴリーありがとうございます。